制覇栄冠となります。嬉しいでしょうね。大谷監督は今シーズンの最後かもしれないという報道がある中で、久しぶりの胴上げになったわけですよね。まあ、昨年の秋、今年の春と手が届いてたところを逃したわけですから、相当な気持ちで臨んだこの秋のシーズンで、本当に最高の形で優勝という素晴らしい結果ですからね。本当に嬉しいと思いますね。本当に早稲田にとってまさに優秀の美ですよね。ね、そうですね。放送席、そして場内の皆さん、優勝インタビューです。早稲田大学大竹監督です。一球一球に大歓声が飛ぶこの決定戦を制しての優勝、いかがですか？連敗をして本当に苦しかったです。これだけの大観衆の前で野球ができる喜びを今日は本当に皆さんに感謝をしたいと思います。監督ご自身も髪を短く切られて今日のゲームに臨みました。この決定戦に臨む監督の胸の内、いかがだったんでしょうか？連敗をしたのは全て監督の責任だと思い、頭を買って今日臨んだんですけど、本当に慶応の力が我々以上で、本当にいいチームだなと思いました。監督としてこれまで何度も優勝をご経験されたと思いますが、これまでの優勝と今回の優勝、違いありますか？50年ぶりの決定戦ということで、本当に、これも半世紀を数える、この決定戦ができたことを、またどちらが勝ってもいいぐらいのいいゲームだったと思います。本当にこの大観衆の前で野球ができるという喜びを本当に強く感じて感謝したいと思います。横には斉藤投手、そして大石投手も並んでいます。大竹監督にとって今年のチームというのはどんなチームでしたか？今年が全てじゃありませんけども、今年もいいチームを作ったつもりですけども、監督の力のなさで春優勝を逃して、秋このメンバーで優勝できて本当に幸せだと思います。本当に記念になる優勝でしたか？ウイニングボールもらって、これ一生の宝物にしたいと思います。本当におめでとうございました。前失礼いたします。続きまして斉藤投手に来ていただきました。キャプテンとして大学最後のリーグ戦優勝で終えることができました。今の気持ちいかがですか？でも本当に長かったです。ただ最後こういう形で終われてすごい嬉しいです。慶応との決定戦は50年ぶり、どうでしょうか、球場の空気、雰囲気、いつもと違うものを感じましたか？自分自身今まで、いろんな経験させてもらって、ただ今回の早慶戦は本当に新しいもの、素晴らしいものと、捉えることができました。8回ワンアウトまでノーヒットピッチング、ご自身のピッチング今日はいかがだったんでしょうか？悪くはなと思いますけど、7回に、決めきれないあたりがちょっとダメかなと思ってます。それでも横にいます、大石投手も含めて、ドラフト1位のピッチャーが3人も出るこのチームになりましたけれども、仲間と過ごしたこの4年間というのはどう振り返りますか？本当に仲間に恵まれた4年間だなと、もうそれが財産です。最後に今ファンからも飛びました、大学を卒業してからの活躍を期待するファンも多いと思いますが、一言いただけますか？最後に一つだけ言わせてください。
本当に、まあ、いろんな人からも、斉藤は何か持ってると言われ続けてきました。ただそれは今日、その何が持ってるのか確信しました。それは仲間です。やっぱりこうやってチャンスを回してくれた仲間がいて、こうやって応援してくれる仲間がいて、慶応大学という素晴らしいライバルがいて、ここまで成長できたと思っています。本当におめでとうございました。ありがとうございました。そしてあの8回ピンチの場面、見事に三振で切り抜けました大石投手です。あのピンチの場面振り返っていただきましょう。最後フォークボールでしたけれども、あそこはどういう。いやもう三振しか狙ってなかったので、やっぱり、まあ、流れもあまり良くなかったので、まあ、流れを切る意味で三振を狙って投げました。大学最後のリーグ戦、その優勝を決めるマウンドにいた気分というのはどうでしたか。いやもう本当に最高でした。大石投手にとって隣にいる斉藤投手も含めて、この大学4年間というのはどんな時間でしたか。そうですね、やっぱりきついこともあったんですけど、やっぱり4年生同級生の仲間がいたので、まあ、最後までやってこれることができました。改めてこの最後のリーグ戦優勝、思いを聞かせてください。まあ、やっぱり最後こういう形で終われたので、もう4年間が報われるというか、もう本当に嬉しいです。おめでとうございました。以上優勝インタビューでした。放送席どうぞ。勝てば優勝、負ければ大学野球が終わる、そういった決定戦のマウンドに上がった斉藤佑樹、そして最後を締めくくった大石達也、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。